2019バンクーバー U11-13 暫定2024パリ夏季オリンピック第7章無双シーン2ブラボーアットアイゴ出口118体操エピソード12021年1月26日。私たちは再び道に戻った。シータック空港では24人がデルタ航空のゲート18の近くをさまよっていました。1321便は2019年バンクーバー U11-13 暫定2024年パリ夏季に1時間以内にカナダのバンクーバーに向けて出発する予定でした。芸術的でリズミカルな体操とトランポリンのオリンピック、暫定オリンピック大会の目的は、特にデュポンの北10マイル未満のワシントン州タコマのタコマドーム内で行われると思われる2023年の実際のオリンピックトライアルに参加した選手のギア間の各選手のランクを決定することでした。一握りの私たちが巨大なガラス窓に立ち向かい、飛行場での出来事を見守っていました。澄んだ青い空と明るく晴れた日でした。白い膨らんでいる雲が空中に散らばっていて、雨やその他の悪天候の兆候はありませんでした。外ではターミナルほど熱狂的ではありませんでした。そこには飛行機が離陸のために滑走路にタキシングされている間、飛行機が押し戻され、道路警備員がすべての交通を遮断するという本によって物事が行われていました。ターミナル内は混沌とし、乗客は4方8方に急いでいた。コーヒーショップのバリスタや他のベンダーは彼らの意図を知らせました。フードキオスクからの美味しい香りはあらゆる方向から来ました。あらゆる方向からつぶやきとおしゃべりが噴出した。インターホンは情報と勧告の両方を放送し、出発を警告しました。待合室でハンフリー夫人は彼女が必要な化粧品を持っていることをもう一度チェックしました。ハイド夫人はタブレットに表示されているものと照らし合わせて印刷物を確認し、資金調達に関して何かを再確認しました。ミス・ブリードラブは新聞を読んでいる。メディアが私たちの24人のグループのビデオを撮ったり写真を撮りたいと思った時、彼女は生き返りました。ジムコーチは腕を組んでじっと立っていた。一部の人々は彼をボディーガードと間違えました。私たちの他のコーチは、プリントアウトとそのタブレットを見て、低い声で会話することによって何かを再確認していました。彼らはアイゴ出口118体操ジャケットを着ていました。男性は綺麗に剃っていて、女性はハンフリー夫人から美容の援助を受けていました。私たち24人がロゴのない白い T シャツを着たブルージーンズを着用し、ポニーテールとメイクはオプションではないというのがジョーカーの考えでした。他の人は私たちがジーンズ会社のモデルだと思っていました。私たちのコーチは私たちの服装を見てふざけてニヤニヤ笑いました。たくさんの祖父母が私たちがどれほど可愛いかについてコメントしました。オーランド国際空港への121便の最後の搭乗コールとスタッフの警告がインターホンに届きました。搭乗後、シェフがスカイシェフとコーディネートしたおやつを座って食べました。私たちは数分間冗談を言った。その後、機長は、ご列席の皆様、バンクーバー国際空港へのファイナルアプローチを行っています。着陸時間は8分以内です。5つ星アライアンスのメンバーであるデルタ航空をご利用いただきありがとうございます。と発表しました。私たちの24人のグループはお互いにぶつかり合い、これは1時間未満の短い飛行になるだろうと私たちの幸せを表明しました。とても元気でした。日常的に海外やその他の長距離便から着陸すると疲れ果ててしまいました。極度の倦怠感が私たちに打撃を与えました。バンクーバーへのこの短いフライトではそうではなく、実際に私たちを元気づけました。私たちは冗談を言って笑い、他の旅行者の助けになりました。ハイド夫人は空港からバンクーバーコロシアムの向かいにあるバンクーバーエアポートホテルまで私たちを連れて行く短い黄色いスクールバスを予約していました。
彼女は私たち24人が数人のコーチやシャペロンと一緒にいることができるようにペントハウススイートを予約していました。ケイリーの二人の姉、ダニカ、18歳とジュリエット、21歳は羊飼いの中にいました。私たちが落ち着くと、ダニカの顔の特徴はヘイリーの顔の特徴に似ていることがわかりましたが、ダニカは長くまっすぐな明るいブロンドの髪をしていました。ジュリエットの明るいブロンドの髪は短くて縮れていました。そして彼女は非常に青い目をしていました。ダニカは私たち全員をロビーに連れて行って他の人たちと交流することを志願しました。ロビーエリアの開花では、世界中の他の U11-13 アスリートが互いに混ざり合っていました。タジーはその中にいました。彼女は写真やサインを探している人たちでいっぱいでした。彼女の両親、兄弟、コーチ、そしてチームメイトは、彼女に代わって肘の部屋と呼吸スペースを求めました。誰も聞いていませんでした。タジーが行くところはどこでも、ファンの群れが彼女の周りを渦巻いていました。一時間ほど後、コーチ、両親、兄弟、チームメイトがタジーを2階に連れ戻しました。そうでなければ、彼女は落ち着かないでしょう。それでも、数人のファンが彼らをエレベーターに連れて行き、その時点でホテルの警備員が介入しました。そして、それがタジーと彼女のチームメイトを見つける最後の時でした。クリスティアナ、キム、ローラは、最新版の国際体操選手に鼻を突っ込んで戻ってきました。この版は、表紙にタジーが書かれたジュニア世界選手権を特集しています。彼らは引きずっていました。コビエは、サインはないの?と尋ねました。近くさえない、とローラは言った。クリスティアナは、レイチェルが再び迷子になったふりをする必要がある、と語った。そのうちの3人は、それぞれ2位と3位のエル・アイリーとミシェル・ロバーツと一緒にサインと写真を手に入れることができました。時間が経つにつれて、気分は落ち着きました。U11-13 アスリートの大多数は、座ってチャットしたり、ロビーをさまよったり、展示されているアートワークやその他のアーティファクトを見たりしていました。私たちは、ラオス、タイ、シンガポールのチームや、他の多くの国の近くのチームと話をしました。南アフリカの体操選手のグループは、全部で6人で、模擬オリンピックトライアルで何ヶ月も前に楽しんだことを教えてくれました。彼らはクラブの屋上に上がろうとしましたが、それはうまくいきませんでした。ダニカとジュリエットが24人をペントハウスに連れて行って洗い流し、夕食の食事の準備をするまで、私たちは座って話し、集合写真、グループの抱擁を共有しました。ゼロビ、ウォームアップ。バンクーバーコロシアムフロアの1平方インチごとに廊下と部屋は、体操、新体操、またはトランポリンを専門とする U11-13 アスリートで覆われていました。コーチ、メディア関係者、主催者、裁判官、補佐官が広大なコロシアム全体に散らばっていました。誰もが建設的なことをしていました。コーチが監督し、アスリートがストレッチやウォームアップエクササイズを行い、メディアの人々が競技に関連するあらゆるものの写真を撮ったりビデオを録画したりしていました。主催者は詳細を最終決定していました。巨大な 4K ホログラフィックテレビはスポンサー広告を表示していました。コーチと主催者は U11-13 アスリートが巨大なコロシアム内の好きな場所で誰とでもストレッチしてウォームアップできるようにすることに同意しました。私たち24人は別れ、様々なスポーツをした他の人たちと溶け込みました。私は複数の国からの男の子と女の子の両方のトランポリンアスリートの2019バンクーバー U11-13 暫定2024パリ夏季オリンピック第7章無双シーン2ブラボーアットアイゴ出口118体操エピソード12021年1月26日私たち